こんばんは、俵浩太郎です。今日は、ゲストに、片岡鶴太郎さんがいます。あ、片岡飛びますとね。坂上二郎さんをゲストにお迎えしてる。坂上さんどうぞ。飛びます。そして玉木浩二さんもゲストに迎えています。ジュリエ。加山雄三さんもいます。せーの、加山雄三です。いやー参ったな、住み慣れた。何なんなんでしょうかこれは。皆さんこんばんは、三浦のみゆちゃんだよ。さて今日は、渋谷にあります某、北海道料理屋さんで、ジュンスカイウォーカーズの皆さんと一緒にですね、盛り上がるということで、お酒を交えながらお話をしようということでございますけども、よろしく。よろしく。鍋の中に熊が入ってます。さてじゃあどうしようかな。乾杯を。乾杯。乾杯しましょうか。はい、まずはとりあえず。それでは、今日は仕事の後ということもありまして、お疲れ様を。テープの人にはいきなり頭からですが、お疲れ様ということで、どうも。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。全部このままでツアーが終わったんだよね。吉人さんはどうですかね。あー、うまい。まあ、払いなんかついてる。まずい。やっぱりあの全国的にあの盛り上がって、非常に僕らもあの楽しくできました。楽しく、はい。じゃあ次は和也君。いや、どこもね乾いてました。乾いてた。そうです。いい答えには座布団1枚差し上げようと。ちょっと僕今酔ってるから、ええ、全然つまんない。なんだあいつ。全然つまんない。もう頭飛んできちゃった。ええ、まあ本当どこもお客さんたくさん来てくれて、バンドを A か。全然つまんない。じゃあ潤太君。面白かった。面白かったな。いや、あの僕ちょっと酔ってるもんで。小林君はさっきからお腹空いてるとぶっ食べて食いに走ってますけども、たくさんいろんなところでたくさん来てくれて本当に嬉しかったです。なんか面白いエピソードとか話とかあるじゃない、ツアーにつきものの。山形。そう、山形。女子大だったんだよね。うん、たまんないですね。で、ステージでセッティングしたら、あのおじさんが、あれじゃあ警備の人集まってって言ったら、女子大生が00って集まった。お、これはもう絶対無理だと思ったら、案の定始まったら中断で引っ込みましたって、ね。頑張ったんだよね、女の子もね。そう、なんか、投げ倒されてたりとか、弾き飛ばされてバターンって転んでた。この人の実家には行きましたけどね。春と同様。そう、料理はすごいんですよ。黒い飯が出てる。黒い飯出てきますから。何それ。なんかな、どこの料理だったっけ。どうかも。え、なんか炭飯行かれたらみんな食わなかった。次の日洗っておにぎりしてました。広くして。秋田のね、森吉町っていう村おこしの村おこしのイベントに、あれ面白かった。で、次の秋田の、その後にね、秋田のモーニングムーンでやった時に、森吉町のね、青年団のね、おばさんとかおじさんが見に来てる。そうそうそう。子供だけなもんと思ってない。そうそうそう。そうそうそう。自分も楽しむっていう。ああいう割り切るったら変な言い方だけど、あんまりできないんじゃないかな。やっぱ親としてなんかその、ね、子供にダメだって言うだけで。秋田すごい良かったね。盛り上がりがないって、ロックとかさ、そういう風にね。そうそう。今度
ろ、秋田のその学校に森淳太の銅像を建てる。なんでなんで二宮金次郎みたいにね。淳太、そう、森くんがね、背中にギターショットとかって本読んでる。で、本エロ。なんかおかしい。そう、左手だけ持って右下のこっかり。漫画本とか、そういうのは。食べた数増えたんじゃない、もう。増えたね。すごいんじゃない。ねえ、ちゃんとくまなく読んでます、ね、でも読んでますよ、俺ちゃんと。絶対読みます。腹立つとやつと来ない手紙で。いや、あるけど、まあいいんじゃないですか。お前なんだこれ、本当にいつなんなんか、お前はっていうやつ、な来ない。まあね。もうや、嫌いですとか言う手紙来て、すんげえ腹立つ。金払ってそんなこと言うなよ。ねえ、そんな暇な暇なの他やってるから。ねえ、なんかもう怒ったことありますけどね。だ、返事はね、俺書くのしてる。あ、本当。だからなるべく返信用の封筒にもう住所とか切手を貼ってくれるとすぐ出せる。うん。そうじゃないと結構ちょっと出さなかったです。うん。どういう内容が多い？小林くん食ってます。お優しい良い人は。どういう内容？僕はね、結構普通の人が多いですね。あんま悩みを相談するとかなくて、うん、私が絶対カレー作ってあげるみたいな、そういう感じですね。なんか甘酸っぱい思いが来るね。なんかね、いいなぁ、そんなんだろ、いいなぁ。俺もありがとうって言いながら展示書いてないんですけど。じゃあ、ここにこの場を借りて、あの全国の皆さん、あのすごい、あのありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと吉田さんに代わって僕からもよくわかんないですけどね。どういう内容が多い？内容はないよ。全然つまんねえ。内容やっぱ僕んとこはやっぱ結構ないよ。ボーカリストってシビアな手紙が来やすいじゃない。そうそうそう、あと詩の内容とかね、そうそう、シビアも多いですよ、うん、あとね、うん、私は純太さんが好きなんですけれどもとかいうのとか、よひとさんが好きなんですけれどもとかね、俺はもらう。そういう手紙っていうのは、よひ、あの純太さんの場合は彼氏っていう感じがするんですが、和也さんの場合はお兄さんに関して手紙を出しますとかね。ぶっ飛ばしもんだよね。あとほら、車に乗る寸前にプレゼントバッとやらされてで、俺いいんだろうと思って、うん、雑巾に使ってたタオルが正幸って書いてごめんなさい。そう言おう言おうと思って今思い出したのとあれなんですよ、この人で、ビリッとやめて読んだら最後に和也さんへ。そう、あと和也さんへってプレゼントもらって開けてよく読んでみると純太さんへだったりとかね。和也くんに関して他のメンバーがどういう印象を持ってるかとか、いいとこ悪いと、あらじゃん。まあジュース缶の中でやっぱりね、すごいフォローの役っていうかね、いろんな気の回しとかね、肩とかすごい。あと、うん、そうですね。やっぱね、いろんな音楽やっぱ聴いてますね。うん、で、読書もしてますしね、読書家ですし、まあ僕は先生と呼んでますけどね。生意気。でそれがゆえにいいところ、でそれもそれがいいところもステージとかで、そういうのと、あとはまあ、あのいい友達で、最初は僕殺そうかな。最初は10年ぐらい前の、まあ今あったらコンクリート詰めでね。東京湾に埋まる、沈められてますけどね。俺は一番付き合い長いかな、うん、一番入学試験から知ってる、うん、本当は入学試験から知ってるの。だからさっきも言ったんですけど、ええ、サッカーの誰も知らないやつたくさんで一応サッカーやったって試験、うん、でうるせえやつやると思ったもんだから場を仕切ってた。そうそうそう、そういう最悪です。多分長いから、なんかちょっと水臭いと思いますね。水臭いと思う時は、
だけどしっかりしてて頭いいんじゃないですか。容量がいい。じゃあ潤太君に関してあんまり酒飲まないんですけどたまに飲むとあのホテルの部屋は嵐が入った。嵐が嘘だ、そんなことないけど、どんな日でも毎日飲んでる。ちょっと待って、ただの酒飲みじゃんお前。関心になった。やっぱし僕のできない部分をフォローしてくれるというかね、あとやっぱいい曲を作りますよね。だからやっぱし、ジュンスカのメロディーメーカーとして、リーダーとしてやっぱ信頼を受けるというか、まあずっと一緒にやっていきたいなと思います。嫌なとこ言わないの？まあ自分で嫌なところは分かってると思うし、僕も自分で嫌なところは自分で分かるからね、この年になれば。だから嫌なところもいいところも全部含めて僕はいい友達とかね、いいなんていうかな、フロントでこう一緒にやっていく人だと思ってるからね。厳しいですよ。厳しい、一番厳しいんじゃないですか。何事に対しても公平に厳しい。じゃあどっちの順番で言うかな。小林君の曲が面白かったっていう。やっぱリズム隊じゃないとだけじゃないと思うけど、うん、結構仲がいいし、まあみんな仲いいけど、なんていうのかな、いろんなパチンコ行くとかね、趣味とかもね、一緒に野球やってたりね、仲のいい友達だし、で、あとすごい、まあ小林君も厳しいところがあると思いますよ。うん、小林も言ったけど、友達づくやりというかすごい長いから、うん、バンドで一緒にいない時も一緒にどっか遊びに行ったりとかね。俺一番男だと思う、ジュンスカの中で。それはもう俺も羨ましいし、いいなと思うしっていうところですね、うん、じゃあ最後は僕は、あ、ごめんなさい、ヨヒトさんについて。ヨヒトは僕からで言いますとね、すごく我慢強いというかね、ある意味じゃすごく俺なんかより大人だなと思うことがありますね。やっぱで俺より年上だって言ってもみんなが信じるんだから。老けてます。で結構ギャグ担当的な部分ですごく良い人が入ってきて、すごく楽ですよね、俺は。なんだよ、楽っていうかね、結構だから、俺が外し役とか結構やってたからね。若いね。ただ、人の見る目が、まあ、十人十色っていうの、うん、その見方を素直にできるやつだから、いいと。いい時期に違えると思う。例えば同じ学校で後輩だったら絶対仲良くなったりとか。別に良い人だからじゃなくて、誰が言ってもそうだと思う。優しいですね。ジュンスカボックスご清聴ありがとうございましたということで、ありがとうございました。締めにバンドから一言ということでいきましょうかね。長くやりますから、ずっとよろしくお願いします。という純粋会ウォーカーの皆さんでした。どうぞ。